皆様、こんにちは、こんばんは、スイートジャムです。このチャンネルでは、僕が今まで購入してきた様々なジャンルの商品を私物紹介させていただく番組となっております。ぜひ最後までご視聴ください。第16回目にご紹介する商品は、20代の頃に、 毎日愛用していたジャスティン・デイビスのアクセサリー3点をご紹介いたします。ジャスティン・デイビスとはロサンゼルスのジュエリーブランドロイヤル・オーダーのデザイナーを得て自身の名を冠し2001年に設立した日本のジュエリーブランド。 エレガンスとロックが融合したデザインで王冠をメインモチーフとしゴージャスな重厚さとエレガントな繊細さが両立した商品を数多く展開多くの芸能人やアーティストに支持のあるジュエリーブランドですまずご紹介するのはジャスティン・デイビスで 人気ナンバーワンを誇るマイラブリング SRJ210 のご紹介です。グラウンとローズを交互に配した装飾的なデザインリング。モチーフの間に空間が設けられていて軽やかでつけ心地のいい商品です。サイズ展開も豊富で女性のユーザーからも 熱い指示のあるデザインリングです。大変気に入って、一時期は毎日つけていましたが、元恋人とペアリングだった点、クラウンの突起した部分が服に引っかかりやすい点が欠点となり、かれこれ10年以上はつけていないリングになります。 次にご紹介するのはこちらブランドを象徴するクラウンモチーフのダイナミックなブレスレットララージクラウンブレスレスット SBJ117 のご紹介です。こちらの商品はブランド立ち上げ時のカタログを見て即オーダーしたブレスレットで大変思い入れが深い商品になります。 ブレス一つで決まるボリューム感、インパクトのあるクラウンの長筋デザインがクールに手首を演出してくれます。こちらのブレスベットには S、M とサイズがあり、僕の所有するタイプは M サイズなんですが、手首の細い僕には大きすぎるみたいで、時にすっぽ抜けて落としたことがす。 数度あります。ミュージシャンの元黒夢の清原さんは、同タイプの S サイズに石を入れカスタムされたものを愛用されております。この商品も抜けやすい点、留め具のクラウンが服に引っかかりやすい点、腕時計にぶつかる点などの欠点があり、残念ながら 10年以上はつけておりません最後に紹介する商品はペンダントトップ SPJ100 に別売りのダブルクラウンチェーン SNJ106 を合わせたネックレスをご紹介いたしますこちらのペンダントトップは 縦幅約2.9センチ横幅約3.4センチと割とボリューム感あるペンダントトップなのでこのアイテム一つでクールに胸元を演出してくれるアイテムになりますさらにクラウンの下部にサファイアとルビーが補されていてよりラグジュアリー感を演出してくれるペンダントトップになります このペンダントトップに合わせてセレクトしたネックレスチェーンは背を向け合ったクラウンがデザインされていて細かい彫金技術が伺える商品になりますフックの部分にもスネークがデザインされており細部へのこだわりも感じられるアイテムになりますこちらの商品も先ほど紹介したブレスレットなどに合わせて 着用していたものになりますので、十数年は着用しておりませんが、ジャスティン・デイビスの商品はどれも繊細さとハードさを兼ね揃えた魅力のあるアイテムばかりです。気になられた方は、ぜひホームページなどをチェックしてみてください。 今回ご紹介させていただいた商品はいかがでしたでしょうかよろしければぜひコメント欄にご意見、ご感想をお寄せください。今後もいろんな愛用品を紹介していきますので、スイートジャムの私物紹介をよろしくお願いいたします。では最後までご視聴いただき、ありがとうございました。